性格くん、お互いに自分の価値をアピールしようじゃないか。お互いが存在する時間を大切にしよう。俺に開拓の力とやらを見せてくれ。この雨はどれくらい続いている？私の記憶が正しければ、おそらく数年、数十年、あるいは数百年といったところか。純種の意志は命が尽きても消えることはないが、幸いついに亡者の魂を導くことができた。これでもう生前英雄だった彼らが虚無の傀儡になることはないだろう。見ろ、海面の影は全て消えた。覚えているか、亡者の無念が全て晴れれば空も晴れると言ったこと。だが雨はまだ止んでいない。そうだ。一体なぜなんだ。この雨はなぜ私を選んだ。それはまだ無念を晴らしていない人がいるからだろう。凡人が運命の道を歩むというのは、小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら、可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。決罪令、運命の後人の執念、それはいくつの影から生まれ、自らを当事者だと思い込む。無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい、無意味な生涯を送る。そんな虚しい幻影の一つが、私と一緒に長い日々を過ごしてきた。そうだったのか。私はもう死んでいるのか。そうだ。君は私を見守ってくれているのか。そうかもしれないな。私の役目は黄泉の守り人だから。虚無の深淵への道を守り、その中に落ちたがらない全ての命をこちらの世界に戻れるよう導く。だがそれが死者たちが望む結果だとしたら、それでも君は変えたいと思うのか。わからない。ただかつてある人がこう言っていた。いつか自分がこの世を去る時が来たら、誰かが墓前に花を手向けてくれることを願う。たとえそれに意味がなくてもか。たとえ意味がなくても、やらなければならないことはある。似たようなことは私も多く経験してきた。手を出せ、そして目を閉じるがいい。
私があなたの願いと共に歩み続け、それを叶えよう。この視界にある最後の無念を晴らすには、そうするしかない。私はまた彼らに会えるのか。ああ、きっと。なぜならそれを教えてくれたのはあなた自身だからだ。あの列車のこと、かつて二人の仲間がいたこと、中外で終わった開拓のこと、視線をくぐり抜けたこと、巡回レンジャーと出会ったこと、そしてもう二度と戻れない故郷ピノコニーのこと。そうだ、何度もファミリーに門前払いを食らい、通り過ぎることしかできなかった。だが私の仲間がまだそこにいることは分かっている。たった一人で、ミハイル、まだそこにいるのだろうか。この手を取り、ついてきてくれ。そろそろここを離れよう。あなたは長い、とても長い道を行くことになる。辺りには暗闇が広がっているが、恐れることはない。その道の果てには必ず一抹の赤が見えるから。それは存在の色だ。それを追いかければおのずと進むべき道がわかる。そして最後には、あなたたちはきっと太陽の下で再会することができるだろう。ありがとう。死はあなたの長い夢を終わらせること、そして目覚めの世界へと導くこと。存在の地平線へようこそ。ここは眠る無双者の無数にある姿の一つであると同時に、目覚めた人々が虚無に別れを告げる出口でもある。ここで最後のお別れをしよう。現実と想像の境界線は明確にするようにね。わかった、足毛ちゃん。生命は一つの迷宮、記憶以外私たちには何もない。君の計略が決して露見しませんよ。エナの夢は兄様にとっても全ての人にとってもあまりにも残酷だもの。完璧ではない明日に乾杯。招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。そう、生命体はなぜ眠るのか。私たちはまだその答えを見つけられてないが、もうこの夢から目覚めようとしている。あるいはそれが答えなのかもしれないな。ここから出て来た場所へ戻るんだ。そしてピノコニーを夢から目覚めさせよう。
言っただろう。私たちの計画は全ての人の気持ちを変えることではなく、彼らに自己救済を選ばせることだと。あなたは、人はどういう時に自己救済を選ぶと思う？答えは、窮地に陥った時だ。深い海で溺れている人のように、人間の体と心は重圧がかかると、苦痛、迷い、絶望が生まれる。だが、私は信じているんだ。たとえ人間の弱さゆえに彼らが歩みを止めたとしても、本当に前に進めなくなった時、人は必ず自らを救おうとすると。そして今、ピノコニーには彼らを導くのに十分な英雄たちがいる。この利己的な本能があるからこそ、無駄な抵抗だと分かっていても人々は全力であがく。馬鹿げていると思うかもしれないが、これも一種の構想なんだ。そしてあなたは人々に道を示してくれ、救世主としてではなく、普通の人間の中にいる七死人として。そうすれば、あなたたちはきっと太陽の下で再会できる。雨が強くなりそうだな。別れる前に最後にいくつか質問させてほしい。これまでの美しい夢の中で、あなたは多くの人々、多くの出来事と固い絆を築いてきた。その絆を自ら断ち切ることに恐怖は感じるか？仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか？なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、最後にはあなた自身。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、あなたはそれでも旅を始めるか？そうか、よかった。重要なのは答えではなく、あなたが決断を下したということだ。耳で聞き、手で触り、頭で考えることで感じ取れるものがある。それを大切にして感じることで、私たちは存在できる。これは虚無を前にした人間に出せる唯一の答えだ。もし虚無が生命の最も原始的な恐怖であり、どんな崇高な信念もその巨大な影の下では取るに足らないものになるのなら、その影の後ろにはきっと世界で最も激しい光源が存在しているに違いない。
全ての命が死に向かって激しく成長するように、私たちは虚無の果てに向かってその最初の光を追いかける。虚無の中にいながら人々が虚無から離れていくのを見守る、なんと馬鹿げた無意味な使命なのか。だが必ず誰かが果たさなければならないこと、あなたの言う意味については、そんなものがなくても私は今日までやってきた。君が切り開いた未来が自分のものではなかったとしても、私の未来ではなかったとしても、きっと他の誰かの未来にはなるだろう。君の過去はどんなに辛いものだったんだろうな。だが私は意味のないことをしているとするか、最後に君の名前を教えてくれ。もしかしたら次の瞬間には私の存在が消え、この会話も君の答えも忘れられるかもしれない。だが私は信じている。君の名前は誰かに記憶されるべきだと。この宇宙はきっと君の名前を忘れないだろう。思い出すのが難しいこともあるが、一方で忘れられないこともある。それが記憶というものだ。過去によって作られ、遠い未来に意味を持つ。今でも覚えている。それは私の旅の始まりであり、人生における赤の根源である。すべての嵐の中で最も激しく情熱的なものだ。それが私の名前、ライデン・ボーセンモリ・メイ。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れるが、すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。俺たちが探している答えはそこにある。
生命はビッサー存分に味わえ。まだ想像しない。エンドラス、イカ様は何だ。涙雨弱者は何をもって善とする。ベッド僕が出そう。あなた全て愛は投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか、買いだ。なぜ主将は口をつぶる万物の戦慄か。俺たちはいずれ夢から覚める。聞け、お仕置きされたいのか。現状を渡す。自信があるみたいだな。これがコラボスタート。目を覚ませ。よく見せてくれ。秩序は鬼殺音が。さあ存分に味わえ。秩序は鬼殺音が。快だ。出発の時間だ。すべて気殺音が好きに使ってくれ。気をつけて。何かしちゃう。それを私に示してくれ。聞け。よく見せてくれ。少し休め。決勝だ。面倒か。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。まだ引導です。俺がリードする。目を覚ませ。飲め。僕を信じて。愛は投げられ、全てを失うか、はたまた手に入れるか。これがコラボスタート。涙通告。栄光の合唱に加わり、天道に帰りなさい。遠慮です。遊んであげるよ。素
きに使ってくれ。引け。またそれか。雑草。気をつけて。生命は美しとさ、存分に味わえ。夢と現実の区別がつかなければ、それは偽りとは言えないでしょう。ついてこい。目を覚ませ。もう一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。美しい夢に囚われていた人たちは今自由の神が目覚め始めた。ロビン、あなたが歌っているんですか。兄様に聞こえているのはみんなの心の声よ。ここは彼らの望む楽園じゃないのですが、人々は依然として進むべき方向が分かっています。私は空に輝く唯一の星となり、彼らを導かなければ。その星があるのが永遠に孤独な闇夜だったとしても、愛は投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか、買いだ。生命は美しとさ、存分に味わえ。遊んであげるよ。好きに使ってくれ。これが俺たちのコラボスタート。涙雨プリティの引け。この程度か。出場は鬼殺音が。目を覚ませ。見せてあげる。弱者たちの信念を。引け。少し休め。決勝面倒をかけた。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。愛は投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。これが俺コラボスタート。目を覚ませ。必要はなさそうだ。インド
よく見せてくれ。ついてこい。発音が聞け。お仕置きされたいのか。俺がリードする。僕が出そう。お前は高尚な人間だ。過去に縛られるな。よく見せてくれ。出発の時生命はビスと同じだ。さあ存分に味わえ。少し休め。ナイスコンビネーション。台は投げられた。すべてを失うか、はたまた手に入れるか、買いだ。あなた、それとも運命の意志か。雑音が消えていく。祈り続けず。ついてこい。そう。普通に満ちた未来が待ってたとしても、うちらも絶対に逃げたりしない。僕が出そう。涙雨。気をつけて。お仕置きされたいのか。生命はビスと同じだ。さあ存分に味わえ。よく見せてくれ。俺がリードする。は？想像しろ。遊んであげるよ。好きに使ってくれ。聞け。出発。バンドスの戦慄から離れる。階段。飲め。僕を信じる。そうはさせない。台は投げられた。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。生命はさあ存分に味わえ。祈り続け。巻き雑音がまだだ。あなた、涙雨。これが俺たちコラボスタート。ベッド、僕が出そう。ついてこい。目を覚ませ。気をつけて。お仕置きされたい。出発の時間だ。遊んであげるよ。聞け。よく見せてくれ。あなたが俺がリードする。
お仕置きされたいのか。飲め。僕を信じて。生命は必死と。さあ、存分に味わえ。ついてこい。目を覚ませ。好きに使ってくれ。必要はなさそうだ。涙雨。クリスの声。私たちが孤独でなかったなら、なぜ別々の道を歩むことになったのでしょう。最後の交渉はこれで終わりです。すべての想像は終わる。麦の日にいた哲学の大臣、万象を再構築するのです。あなたたちの楽園がより多くの人を救えるのなら、その手で私の進む道を立ってください。
する。目を覚ませ。愛はな、全てを失う。はたまた手に入れるか。好きに使ってくれ。価値に誓う。ついてこい。は？これがオコラボスタート。あがく必要はなくて。遊んであげるよ。なんという冒涜。まず生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだ。やはり夜は短すぎる。兄様、夢から覚めるときよ。琥珀歴2158期、紀元元年、ある燃え盛る陰謀が夢の地で世紀の幕開けとともに実行に移されたが、混乱と迷いの中で瞬く間に怪人に帰した。その48システム時間の間に多くのことが起こったと言われている。ある太陽が落ち、ある楽園が崩れ、ある世界の主が変わり、ある体が朽ち果て、あるハゲワシの群れが集まり、ある兄弟が長い別れを迎えた。そしてあるアイオーンが再び眠りについた。それによって喜ぶ人もいれば、悔しがる人もいる。また、すべてを見届けた人もいた。彼らは宇宙の尺度から見れば取るに足らない存在で、今回、祖は尊厳を持って死んだと言った。銀河は純粋なる夜明けを迎え、激しい嵐が形を成し始めた。すべてを琥珀の王に捧げよう、という声はますます高まっているが、人々がどれだけ見つめようと、クリフォトに巨大なハンマーを振り下ろさせることができるのは時間だけ。それは永遠に止まることなく繰り返される。今回の星球列車の物語はひとまず終わりを告げた。しかし時間は前に進み続け、開拓の旅も新たなショーの幕を開けようとしている。お兄ちゃん、お星様もいつか死んじゃうの？どうしたんだい？急にそんなことを聞くなんて。だってあの小鳥の形をした星座が少し暗くなった気がして、あのハートイクルーザ？ああ、あれはハードイーグル座だね。大丈夫、あの星座はまだあそこにあるから。ただピノコニーからだと春と夏が交わる時にしか見えないんだ。でもさっきの質問の答えは、
僕は星も人と同じように死ぬと思う。ところでロビン、知ってるかい？どの星の光も今のものじゃないらしいんだ。僕たちが見てる星空はずっと前に星が放った光なんだって。その光は星が死んだ後も数百万光年の旅を続け、数百万年の時をかけて他の世界の夜空を照らしてる。僕たちの楽園にも同じように光る星が一つある。その星が照らす時間は永遠。その名前は幸福だ。違うわ、一つだけのはずない。きっと二つ。空いっぱいの星に決まってる。うん、そうだね。お兄ちゃん、指切りして。わかった、指切りで約束しよう。僕たちの理想はどんなことがあっても変わったりしないって。